あまり財布を持ってるのもあんまり見たことないけどね。ないですよね。いつも裸銭ちゃん。そう思い出した。はい。これは言っていいのかな。何ですか。名古屋だよ。はい、やっぱり名古屋。はい。ゴンゴンって鳴ったのよ。な、つわー鳴ったと思って昼頃バーって入っていったの。はい。だから、カオル金なくなったっていうわけ。ね。金が、はい、金がなくなったっていう。はい。金がなくなったってどういう。どういうわけですか。そう、カオル金がなくなったんだよって。入ったら、いや入ったらカオル金なくなったって言うんだよ。なんか意味わかんない。使った。そう使ったのか盗まれたのかちょっとわかんないですよね。そう使ったんじゃないですかって言ったら、使ってねえよって言ったの。使ってねえっていうか使ったんだよ前の日俺とね。使ったんだけどなくなったって言いやがったんやけど、どういうことですかって言ったら、お金を取られたっていう。ええ、な、はい、いつ取られたのか取られないですよね。いつ取られたんですかって言ったら、わかんねえって。そらわかんねえよな、取られたって。分かりゃ取り返す、分かってりゃ取り返す、取り返しと、わかんねえってわけな。ああ、で、あ、そうっすかって言ったら、どこにお金、昨日僕と一緒に飯食いました。そうなんだよ、昨日俺帰ってきただろこの部屋に。でお前も一緒に俺の部屋来て、で話して、お前最後、あのこの部屋入ったのお前しかいないんだって言わんけな。ちょっとそれもしかして俺もちょっと待ってと思って、ちょっとお前この部屋に入ったのお前しかいないんだよって言うわけ。さあ俺もさ、さすがにさ、泥棒呼ばれする頭食いじゃん、いくら後輩でもさ。監督、ちょっと監督じゃない、その時は原さんだよ。原さん、それ僕疑ってるんですかって、俺ほんとマジでガチで、ガチガチ怒って、まあまあ、がっかりですもんね。ガチまで言わないけど、それ僕疑ってるんですかって、はい、ちょっと本当にカチンときたの。はい、来ますよね。初めて来たのね、最初最後なんだけど、原さんに対して。いや、そういう意味じゃねえよって言うんだよ。カオル、そういう意味じゃねえよって言う。そういう意味じゃんね。それ以外の何の意味があるのだって。取ったんでしょ。だってお金がなくなったんだよって。でもこの部屋に入ったのお前しかいねえんだよって言ったら、俺疑われてるんだよ普通はね。まあ、1たす1は2じゃん。違うとか言うわけ。お前疑ってるわけじゃねえんだよって言うわけ。いいですよ。2じゃん。ね。1たす2じゃん。確実に疑われますよ、ね。そうでしょ。本人にとっては。僕疑ってるんですかって言ったら、そんなことねえよ。お前疑ってねえよって言うわけ。はい、いやもう頭だと思って、じゃあ俺は探しますよ、絶対ここにあるって、俺取ってねえんだからって。どこに置いたんですかって言ったら、こうホテルの部屋ってこう鏡がこう壁越しにこうあって、あ、ね、テーブルがあるじゃん、はい、この鏡の前にここにボンと置いたんだって言うわけ、はいはい、でこれねえじゃんって言うわけ、はい、いやないわな、ないじゃん、はい、で原さんって財布を持たない人だったの、うん、裸でね、裸銭でこうケツに入れてたの、はいはい、そうケツに入れてたので、スーツっていうかズボンのポケットとかに入ってんじゃないですか、はい、って言ったら、見たんだよ、見たけどねえんだよって言って、はい、でクローゼットにバッと開けて、どのズボン見たんですか、これ見たんだよ、はい、それはスーツでしょって遠征の時に着てきた移動の時に、昨日僕と出て行った時なんか黄色っぽいズボンだったですよって、こっちじゃないんですかって言ったら、こっちかとか言うから、このズボンですよって、このズボンのポケットに絶対入ってるからって言ってね、このズボンの、あ、分かった、もうこのズボンの中に入ってポケットにお金入ってたら僕を疑ったんだから、僕全部 もらうからねって言った。いくら入ってるか分かんねえけど全部俺もらうって罰金だって言った。罰金だって気持ち的にはね。そしたらさ、そうですね、そしたらさ、いいよって言ったわけ。ああいい、そう、そんな感じでいいよってお前がそこまで言うんだったらいいよって。まあ向こうもちょっとなんか逆切りしてるんだな。俺が切れてるのに対して、なんでこいつに俺叱られなきゃいけねえんだ、俺はお金なくなってるのにみたいな感じで逆切りしてんの。いいよって言う、ね、じゃあ行きますよって言ってバーって突っ込んだら、もうチャリ線の音までしたよ、チャリチャリってね。なんかお札をこう、まあ、なんかこうお札も何枚もあったよ、10枚か20枚ぐらいあったので、チャリチャリってあったの。ほらって言ったら、お前今入れたろって言ったの。最低入れてねえじゃん、俺どこ持ってきたのって言って、カオル、そう言うなよ、悪かったよって、俺お前疑ってねえよって、いや疑ったって、俺絶対もらうって言ったら、いや待てよお前、そのじゃあ分かった、その金でまた今日飯食い行こうよって言うから、分かりました、じゃあいいですよ、分かりましたって言って、はい、そういうことがあった。だから、なんていうの、悪気はないんだろうけど、なんかそういう面白いとこあったよな。あったあった。だって、原さん本当
あれ覚えてます、甲子園で石毛が投げて、うん、同点で9回あいつ来て、うん、だいきなり3者連続フォアボール出して、うん、岡崎さん出てましたよ試合。石毛はコントロール悪かったもんね。そういうの結構あったじゃん。ああ中島監督初めてマウンド来た時です、第二次政権の時。ああ監督もいいかみんな1点取られたら負けたぞ分かったかって書いてったんですよ。分かってるよな。また押し出して負けたんですよね、うん、原さんマウンドのちょっと来てくれて、うん、あ原さんその、ま、集まってる時にもいきなり巨人ってすごい、あ野球ってすごいだろうねってこんなに応援してくれんだぞって感じなんだろうって俺は思ってるわけですよ。俺らの応援は誰もしてないで負けたら来て仕方ないな明日行こうっていうことを軽く言う、あ軽く言えるんだなと思った、うんうん、原さんあのなんかそういう、 こう切り替え的なものはすごいすごいよな。すごいですね。それはやっぱりなデーブ俺たちに絶対ないものはあの人はもう16歳からスーパースターよ。高校1年生の甲子園から その頃からずっとあの時代にこうファンに追いかけられていろんな目に見られていろんなことを言われながら来てるから切り替えなきゃやってらんなかったと思うよ。あることないこと言われてそういうこう切り替えるっていうかなんかそういうものに対してはすごいものがあったよね。あったあった。あの竹園で僕が聞いたの元木と竹園とご飯食べた時に、うん、デブって原さんとか篠之助って言うと肉変わるから言ってみようよって言って、うん、で店員に、うん、あの従業員の人すいません大輔がすいません原さんがお肉頼んでるんで原さんで焼いてくださいって言ってあれ本当に違うんですってね、うん、取材をした番組にゲスト出てたことあるんですよ、うんうん、忖度は確実にあったみたいです、うん、岡崎さんそれはねお肉って全部同じじゃないだろうね。そうですね、うん、VV でちょっと、うん、同じヒレでも違うじゃないですか、うん、俺もそれもうずっと昔から使ってた中瀬ですけど肉くださいステーキください 300g って言っていいと思う。次腹ですけどって、うん、もうみんな使ってきたよ。そうか、うん、だって岡崎ですけどって言ったらさ切れねえじゃんみたいな。いやいやいやそうじゃない。いやいやいや若い時はそうよ。ああそれを分かったのは王さんが監督の時に、はい、なんか王さんもステーキはなんか食ってて、はい、まあ食い切れなかったの、でお前食べろって余ってるから食べろってくれたのがえこれ切らなくても溶けるじゃんみたいな肉だったね。やっぱり監督が食べるやつですね、うんうん、すごかったね。監督って怖かったみたいですよね。王監督は王さんはねまあダイヤの監督になってからだいぶ変わったとか今言われるけど、うん、俺たちの時は監督成り立ての時とか、まあ、若い40代の時だからさ、はいもう大変だったよ。俺と駒田と吉村っていうのが3人若手の野手だからその時ですか、うん、ちょっと岡崎さんたちが毎日あの後楽園球場で特打をやらせてくれて王さんがバーンって打ったらもうホームランばっかり打つんだまだ40まだ45の時かなボッコンボッコン行くんだもん。俺たちがいくら打っても行かないのに。いや本当厳しかったね王さんね。負けると説教はせよ。それこそ集合があってね、要は広島で負けるんだ。広島当時強くて大野さん川口さん北別府さん、こちら江川さん西本さん佐渡岡さんに行くんだけど、もう勝ったり負けたりなんだけど、よう競り負けてさよなら負けとかようやった広島は。で王さんによう怒られた。お前のベンツは偽物かって言われたの。何ですかねそれ。川口さんに怒った時に、うん、お前のベンツは偽物か、うん、偽物だろうって言われたの、ね、俺あの時みんなビトンのバッグ持ってた。ああ流行りましたね。そうで俺がビトンのバッグ持ったら「薫お前それビトン本物か?」って言われたの、はい、え監督ですか。本物です。監督に、うん、本物ですって言ったら「お前が持つとコピーに見えるな」俺のこれコピーだけど俺が持つとみんな本物だな本物に見えるんだよって言うからそうだなそういう選手になんなきゃなと思ってあの励みになって頑張ったっていうのもあるし、はいはい、お前のベンツはコピーかって言われたからコピーでこれ作った方がお金かかるっしょって思ったんだけど